どうも、パフォーマンストレーナーの相之介です。さあ、今回はですね、えー、コメントにありましたね、え三、ー、代目、ジェイソー,シーブラザーズ、スターリザンスプラクティス、プラクティス。いやー、三代目さんはもうね、まあ、かなり憧れたグループですが、まあ、むしろ、まあ、このね、チャンネルを見てくださってる、まあ、EXILE ファンの方々、 だったらわかると思うんですが、僕はヒロさんに憧れて、ダンスを始めたり、傾斜になろうと思ったぐらいなんで、<laughs> もちろん三代目さんはもう全員知ってます。えー、唯一ですね、自慢がですね、僕は岩田くんに会ったことがあるんですね。挨拶もしたことがあります。はい、ある映画の撮影でね。はい では、見ていきましょう。めちゃ久しぶり。これ以来だよ。<laughs> あつしさんのライブとか行ってたんですけどね。いきます。超初見、これ。おー、ガンちゃん。なおとさん。おいまいち久しぶりに見たな。 えこれ誰あいつもこれ誰だこれエリーくんでしょ小林くんでしょ小林さん。ここ山下くんでしょえオミさん今の。えー うわ、ちょっと三代目さんっぽいね。しかもみんな踊ってるし。えこれ。オミ君なのかなツサカ君えー、超イメ。イメチェンというか。わかんないね。ちょっと待って。パフォーマンス <laughs>。 パフォーマンスをちょっと見ないとへ <laughs> えーなんかだいぶ印象がほんと変わってるそれにちょっとびっくりしてんだけどうぃこれ小林くんですよね この、小林さんみたいなね、骨格というか、ね、体の体脂肪の少なさとか、ちょっと羨ましいですよね。かっこいいですよね。なおとさんのやっぱダンスは、とにかくかっこいい。ごめんなさい、もう。この関東の気候でめちゃくちゃ美縁なんで。うえー 飛び方がね、こう、なんか三代目さんって特徴があるんですよね。なんかこう、かかとをくっと突っかけるように飛ぶのが、なんか僕は結構なんか印象的なんですよね。かかとを座骨に引き上げるような飛び方。うーん。なんかそういう印象があるんですよね。ガンちゃんのビブ。美さん。 ガンちゃんって見たことありますこの距離で。あの、多分本人ーなんかもう僕なんかただ、あの、ある撮影のエクストラというかね、で、いて、あの、その挨拶しただけですけど、もう、とてつもないオーラと清潔感と、あと鼻がこん,こんな感じ、フィギュアみたいな。チュってこう、ピューってなってるだけ。だから僕あのね、 XILE さんとかイーガールさんが好きな時に結構芸能人会ってて僕こうやって電車乗ってたら目の前に田中みなみさんとあと鈴木奈々ちゃんとか座っててもうヒヤヒヤでしたからねこれバレたらとんでもないことになるんじゃないのっていうそうこんなんよ本当にごめんなさいちょっと話ずれたけどあと YOU さんも見た ユウさんも超綺麗ですよ、アウト。<laughs> エリーくんは足ふ、ケツもでけえし、足太いよね。<laughs> 山下くんはちょっとあの、ちょっと体重増えたなっていう感じがするから <laughs>。<laughs> うわ、ナオトさん素晴らしいよね、やっぱね。見てください、このナオトさん、天取り。 こういうね、足先で撮ってくるんですよね、やっぱダンス。めちゃくちゃかっこいいですよね、ダンスね。<laughs> いいうぃう先で撮るよ、本当に。ほんと先で撮ってくるよね。かっこいいよね。<laughs> 僕はいつもこうダンスやってて思うんですけど、ナオトさんみたいな、やっぱこう、ダンス、ダンスの先生がいたらなって思いますね。本当に。うーん。 これもエリー君があれしそうかな。ええー。うー、やっぱり柔らかい。うわ。この今のワンヒット。降りて、ここの、これですね。胸椎の柔らかさですね。素晴らしいですね。 本当、ほんと金一的な力からこう作ってますよね。もうすごくなんかもうベテラン感が。最近はね、比較的こう、若いメンバーをたくさん見るからですけど、三代目さんになってくるとかも、なんだろう、動きに余裕があるというか、焦りがないというか。 ちょっとウェイト上がる <laughs>。ええ、かっこいい。かっこいい。やっぱこ、これ、やっぱりエリーくなのかな振り付けしたのは。うぅ、エリーくもかっこいいね。 えー、ガンちゃんの移動もいちいちかっこいいねスウィッチ素晴すばらしい遠心性の可動域ですね なんかもうフルで踊ってるよね、ボーカル二人。もみくん、僕と同い,同い年っていうね、強烈なショッキングニュースですけどね、さっきプロフィール見たんですけど。おい。ガチダンジャン。おい。 ケララウンサーなな。さんうわ、ザエルっぽいねー。曲が。えー、かっこいい。えー。 ええ、<laughs> ああ、やっぱり直人さん素晴らしいっすね。ああ。もう一切姿勢崩れないっすよね。やっぱり、あの、なんで、<laughs> ごめんなさいね、EXILE さんの、やっぱり、EXILE さんっていうか、やっぱこのね、ジェイソー・ブラザーズっていうか、 まあ、EXILE チームですね、トライブチームの人たちのやっぱ踊り好きかっていうと、やっぱり基礎にやっぱり姿勢の崩しがやっぱないっていうのがやっぱり僕は一番好きで、まあ当時イガールさんもね、出てましたけども、やっぱり最近のモダンのダンスって、こう、やっぱり、こうなんていうのかな。 ゆるさの表現というかう、んんそういうのが結構多い気がするんですけど、やっぱその前にやっぱこう軸を取るちゃんと基礎っていうものがやっぱあって、で、その中でやっぱりアームスとか、その足、獅子のそのダイナミックに使うっていうそこの部分っていうのがやっぱ外れてないですよね。まあよくアミちゃんとかも言ってましたけど、とにかくヒロさんは手足を大きく使えば評価してくれるみたいな、昔ね、まだ生徒だった時、そう。 でもやっぱ僕はそういうのはすごく大事だと思うんですよね <laughs> これ危ないお店さんこけちゃううかっこいい 楽しそうやね。さすがですね、ガンちゃん。こういったところの愛ソれの最いまあまあ、この方々の。<laughs> えい、ー。まあ、かっこいいっすね。うん。まあ、かなり。 なんて言うんだろう。バチバチのあの EDM 系のものでないんで、あの、なかなかこう、がっつり表現できるものない、が、少なかったかもしれないですけど、懐かしさはありますよね。うんとね。うん。なんかまだまだ、その、僕はあの、j y p ーツさんって、ね、韓国の、まあ知ってる方は知ってると思うんですけども、やっぱライブ行った時に、51歳で、 あのパフォーマンスをしてたんで、2時間半一人で歌って踊るっていう。ヒロさんがよくちょっとテレビ出るときに、いやー、きついっすよって言うんすよね。若いやつにやらせるって言うんですけど、いやーヒロさんまだ諦めないでほしいなって思いましたね。まだまだあのパークさんの動き見たら、あの清涼とね、 ヒロさん、踊りをやってほしいなって思いますね。もしかしたら、怪我かなんか、どっか関節があったのかもしれないですね、ヒロさんね。うん、きついって言ってたけど、いや、まだ、まだまだ動けると思うんですよね。で、あの、僕は LDH さんの、に入ってる、で、ツアーでも回ってる、トレーナーさん知ってるし、経営者の方知ってるんで、そう、すごくこう、まっとう、で、僕もその、 方とかが追求してるというか、習ってるそのアメリカのメソッドとかあるんですけど、今もっともっとこう違う面でもたくさん進化してるんで、そうだから、いろんなやっぱトレーニングを入れていくことによって、その、体って今面白いですけど、トレーニング技術ってどんどん変わって進化してってるんで、進化してるっていうのは人間の分析が進化してきてるんですよね。そそうそれに マッチングさせたトレーニングベストっていうのがどんどん出来上がってきて、いろんな開発者がいて、いろんな人がいて、いろんな引き出しを自分の中に入れていけばいいと思ってるんですよ、僕はね。そう。だから、そこに適したものをこうはめてってあげる。これが僕らの仕事なんで、僕らが重要なのが、浅い技術っていうものをちょろちょろ知識じゃダメなんですよ、やっぱり。我々は必ず体で体験して、 そして自分なりのフィードバックを得て、自分なりの言葉に消化して伝えなきゃいけないんで。で、伝えたからといって終わりじゃなくて、伝えたら、その伝えた人が動けなきゃいけないんですよね。動けて理解するまでっていうところまでがポイントなんで。そう。だから、こう、日本のトレーナーさんとか見てると、んっていう体の、体、 出来上がってるっていうところが結構多いんですけどそうだねそのまだまだ年齢重ねても踊ってほしいですよねうんいつかこういった方々のサポートをしたいと思いますそれでは。